東人町商店街、アーケード東人町商店街は、九州一の繁華街である、福岡市中央区天神地区から西へ、約 2.5km の位置にある。東端は、黒門川通りを挟んで新たに接し、福岡市へ地下鉄東人町駅は、天神駅から5分。商店街は、地下鉄東人町駅のほぼ真上にある。この商店街の歴史は古く、約400年前に、 旧唐津街道沿いに生まれた店々が起源とされる。下町情緒あふれる場所として知られる。週末になると様々なイベントが開催され、ラジオの公開録音や CM 撮影なども行われている。地下鉄東人町駅は福岡ドームに一番近い地下鉄駅にあたるため、イベントの際にはドームに向かう多くの客で賑わう。商店街には福岡ソフトバンクホークスを 応援する店も多く、ペナントレース終盤には応援スペースが設置され、歓声が飛び交う。毎年夏休みに農業夜市を開催。2018年までは近隣の大堀公園で西日本大堀花火大会が行われ、当人町も花火客で賑わっていた。これとは別にプロレス団体 DDT がこの商店街全体を巻き込んで路上プロレスの大会を行っている。 守護か、早か、県を利用した独自のポイントシステム、水筒ポイントを2010年3月25日より導入している。人々で賑わう様子、ありがとうございます。